さあ、脇本君です、はい、さあ久しぶりの競輪ですが4ヶ月ぶりですかね。4ヶ月ぶり、はい、どうなのそういうのって自分の中では。1、2ヶ月はなんかこう自分でどうにかなると思ったんですけど、うん、4ヶ月って言ったら季節が違うんで、あ、感覚がねちょっと走ってみると分かんないですね、うん、まあ、でもさ自転車乗るのは一緒じゃない。自転車は一緒なんですよ。ただねやっぱ寒さがね、寒さがこう自分の中でどう影響するかなって。寒さがね、ワールドカップとかってみんなあったかいとこだもんね。中は前回はめちゃめちゃ暑いとこ行ったんで、うん、なんなら、うん、であの冬場の世界戦だって実は室内だから走ってるとき暑いんだよな。もう何も聞きすぎて暑いぐらいですよね、うちらから見たら ね、いつも暑いところで気持ちよく走ってるのが急に寒いところで走んなきゃいけない。寒いし風吹いてるし、うん、で今日と明日と明後日と3日間ここで練習できるじゃない。だからそれで勝負です、ね、自分の中で、ね、はい、しっかりね、はい、そうです、ね、まあ脚力的にはねもうしっかりオリンピックに向けてトレーニングしてるわけだし、まあ体の状態はあとは問題なくて、ね、あとはその自分の気持ちの問題です、ね、うん、あの精神的にあんまり強くないって言われてるからね。もう怒られてるからね、ブノワに。あの、まあ、そこの課題はやっぱそのなんて言ったんですか、こうオリンピックに向けた練習だと思いなさいっていうのを言われてるから、うん、まあ、そういう気持ちで頑張ります僕は、ね、うん、まあ、今回どうメンバー見て。まあ、去年と比べたら自分の中で気楽に走れるんじゃないかなと思ってますけど、まあ、後ろがねそんなに重たくないし、いやじゃなくてそのラインの長さ的にも 4車じゃなくて2車で、うん、まあまあ、先行はしづらいかもしれないですけども、まあ、チャンスはあるなと思ってますし。いや先行ってだけど先行するやついないじゃん他に、まあ、清水か僕かでしょ、うん、もうみんながそう思ってる通りだと思うよ。そうですね、まあ、だからそれに対してもう見る相手が1人しかいないっていうのがすごい僕の中ではプラス材料です、うん、ね、あとは好きなとこから仕掛ければ、まあ、自分が行きたいタイミングがね、うん、ここだって思うところで行ければ、ね、まあ、位置取りはあんまり気にしてないだろうし。全くっすね。全く。もうそれを言ったらね、もう競技走れないですからね、うん、あの最終ホームで先頭にいればもう大丈夫だね。自分がこうどこで先頭にいたいかっていうのを決めれば、うん、あとは大丈夫っすよ、まあ、できれば2コーナーぐらいでできてしまうのが一番いいだろうけどね。あのホームで出て2コーナーでちゃんと一番前にできるのが一番ベストですけど ね、はい、それはゴールもしっかり持つしね。そうそうそう、距離的にも自分が一番持つ距離ですし、そこは、はい、まあ、うまくいくかどうか分からないですけど、うん、できたらいいなと思ってます。まあ、それ目指して、はい、頑張ります、はい、では一言、去年のリベンジで、今年は1着取れるようにしっかり頑張ります。よろしくお願いします。はい、脇本選手でした。